おとつあああああ音聞こえる、どう音聞こえる、ああああこれくらいかな音、どう、これくらいで OK 音、これで OK、音 OK、 じゃあやってこうか。OK、 じゃあ便座直す配信者です、よろしくお願いします。ツイキャスの方が小手半で、コメント打てます。で、ふわっちの方が、キツネ枠です、よろしくお願いします。音声と映像乱れたら教えてください。はいはい、いらっしゃい。じゃあやっていこうか、まあ、とりあえず一服しようか。便座同時配信、コンテニコインありがとう。はい、ワドツ、コテハンがいい人はツイキャス行ってください。匿名がいい人はキツネ枠で、よろしくお願いします。キツネ9号さん、便座がいい感じでクラシックの作曲家みたいだ。キツネ10号さん、ウォシュレットにしろよ。ウォシュレットにはしないかな、今こんな感じで。キツネ6号さん、ノリコラブ。手元映した方がいいのかな。船4号さん、ふわっち配信をバックグラウンドで聞きながらツイキャスで見てます。なるほど、コードだね、ブローザですが、BGM が小さいですね。これくらい？ BGM これくらい？どう？キツネ11号さん、次は便座壊れたんか。キツネ6号さん、のりこ休み。のりこ休み。キツネ1号さん、それぐらいで OK です。OK、ありがとう。のりこ48歳だよ、のりこ48で覚えて。キツネ11号さん、あ、そうやった。キツネ6号さん、のりこのおまんこ舐めたい。12号さん、すべてが中途半端な配信者だな、わら。本当にコインありがとう。アウトレジさんはどつ。カバーじゃなくてこれ便座でしょ。どういうデザインにしようかな。
どうしよう。コンティニューコインありがとう。キツネ5号さん書いたの十字架。キツネ7号さんベンタ太郎。キツネ13号さんフレディ・マーキュリーがバイセクシャルって映画見て初めて分かりました。え、知らなかったの？世界で一番有名なゲイだよあの人。だからゲイのモデルって全部あの人じゃん、漫画とか。あのヒゲが濃くてなんかサスペンダーつけて。フレディ・マーキュリーはバイセクシャルの象徴だよ。世界で初めてエイズをカミングアウトした人ね、ゲイで。だからゲイイコールじゃあエイズイコールゲイってイメージがついちゃった。あの人のイメージだよ。キツネ14号さんこんばんは。こんばんは。どうしよっかな。コンティニーコインありがとう。カミングアウトするって勇気ありますね。うん、その後に死んじゃったんだよね。すぐ。いつ死んだんだっけ？エイズをカミングアウトした次の日死んだんだっけ？キツネ14号さんこんラブホで相手が寝たので配信見てます。いいね。パコった後。キツネ5号さんゲーって男同士が好きって意味合いじゃないの？そうそう。フレディ・マーキュリーゲイだから。中折れされたんだ。かわいそう。中折れって女の子へこむよね。中折れなんて一回もないよ俺。中折れはないな。中折れってどういうことですか？中折れってセックスしてる最中にあのチンコがふにゃふにゃになってく現象だね。キツネ14号さん電話で行きました。電話で行ったんだ。そうなんだ。よかったね。なぜここで書くのかよくわかんないけど。キツネ4号さん本気出せば1日で何回しこれると思いますか？俺は最高記録7回で同級生11回ですね。キツネ14号さん暇なんですすみません。15号さん俺10回やった。10回すごいね。キツネ15号さんヒリヒリしていたかったよわら。キツネ4号さん7回やった。今日散歩したよ。今日散歩した。変化はいや、チンコ痛かったね。最後の方苦行だったからあんまおすすめしない。やっぱね、あ、でも一昨日4回やったかな。キツネ16号さんお疲れっす。あん暇だな。低難で便器持ってるの。 W キツネ15号さん朝昼晩の3回で10分。朝昼晩なんだ。寝る前オナニーじゃない基本は。寝る前。キツネ17号さんをえ。寝る前オナニーが基本じゃない。
頑張ってないよ別に。狐十六号さんするときはみんなエッチなの見るの。ああ見るね。いい質問だね。出るよね。キツネ1号さん、どんなジャンルが好きですか？いや、ノーマルだね。なんかいろいろ言ったけど、最初16号さんでも行った時虚しくならない。俺賢者タイムないんだよね。俺賢者タイム一回もないんだよね。虚しくなるっていうの言うじゃん、よく。あれが分かんないんだよね、賢者タイムが。賢者タイムなんか一回もないよ。ありがとう。お茶ありがとね。キツネ5号さん、オナヌーするの大きい。キツネ16号さんなんだろう。一人でしてて気持ちいいんだけど、余計人肌恋しくなるというか。ああ、それもない。これが特有なものなのかな。俺ないね。ないそれ。なオナニーとセックスは別物だと思ってるかな。賢者タイムっていうのはセックスした後なんかこう女の人に帰れってうざったいくなるとか、一人になりたいとか、そういう現象だ。18号さん、女の人ってオナする人案外少ないよね。いやめちゃめちゃいるよそれ。童貞でしょその発想。女の人オナに、むしろ女の人の方がするよそれ。童貞だわ。15号さん、ティンが使うの。ティンガは使わない。俺はオナホとかテンガとか使うの邪道だと思ってるから。こんな感じですか。私めっちゃするよ、みんなしてると思うよ。いや、女の人するよね。それ童貞の発想だよ。女の人オナニーする人少ないって。めちゃめちゃする。オナニーしないのは嘘だね。絶対嘘だよね。めちゃめちゃするよね。それ童貞だよ。その発想は。主婦のおばさんはやってる。っていうか、あの女の子にさ、俺家行くと、あのベッドの上の棚のところにあの魔法の箱があるでしょ。あのバイブとかが入ってる箱、あの箱のこと俺パントラの箱って呼んでるもん。パントラの箱ちょっと探すねって言って、やめてって女の子が言って、あのベッドのベッドの上のところガパッて開けると箱があるんだよ。知らないでしょ。14号さん、おもちゃ持ってる子多いし。ねえ、パンドラの箱絶対あるよね。こんな感じのデザインにしようかな。16号さん、電話2本持ってるよ私。こんな感じでいこうか。どうどうかな。でいきます。キツネ5号さん、鍵付きはクロートだね。キ
狐19号さんのんちゃんもするの。のんちゃんは性欲あんまないかな。するいい匂いするよね。女の子、女の子のいい匂いするよね。女の匂い。あ、そうだ、これ。あ、これはやめよう。セリヘル読んで行った途端に高い金払ったこと後悔してしまうからね。こんな一瞬のためだけに高い金払ったのかと。狐7号さん、おばさんだけじゃない、セクウスだけで十分だよ。もうちょい太くデザインした方がいいかな。どうだろう。常25さん、女の子の部屋の匂いって生理の匂いらしいよ。へえ、そうなんだ。もうちょっと太くするか。生理の匂いなんだあれ。いや違うでしょ。にわかがいるな。にわかが。28号さん、おばさんだけか。 W をキロワット。キツネ20号さん、鉄分の匂いするやん。いやしないよ、その匂いの話じゃないよ。生理の匂いは別だよ。その匂いじゃない、フェロモンの匂い。童貞が混ざってるな。つね1号さん、女性特有の匂いってあるんですか。ある。フェロモンというかあるよ。女の人は気づかないだろうけど。14号さん、女ん分かってない人多いね。うん。常21号さん、おしっこ臭いの。使うよ。使うために直してんだ。コンティニーコインありがとう。お茶バカありがとう。また来てね。うん。延長します。常4号さん、あなたの家、ウォシュレットついてない。ついてないね。
ゃあやりますか。22号さんはどさんおはようございます。おはよう。常23号さんオリジナル便座を作成してるのですか。オリジナルっつうか壊れちゃったからね、直してるだけだよ。そう？そうかな。ありがとう。壊れたかんね。
弱いな。どうしよう。これ弱いな。この機械なんていうの。ルーター常22号さんは父さん器用ですね。器用かな。ルーターだね。ルーターとかルーターとか。おやすみ。
24号さん機械がすごい。集合住宅で騒音立てていいの？9号さんすごい機械持ってるね。うん、便座おじさん、おはよう。おはよう。35さんが燃えてる。え？燃えてる？
何？燃えてる？それして便座の耐久落ちないの？落ちないよ。耐久性上げるための加工線なの。耐久性は上がるよ。19号さん、うちも BB の知人に便座割られたことあるわ。まずだ。32号さん、何してんの？便座直してる。
狐31号さん便座にかかる力を考えろよ。久しぶりに見ました。黒髪かっこいい。ありがとう。4号さんはドさんの舐めたいな。ダメ。4号さんはドさんとキスしたい。キツネ35号さんつばクソの乳輪は腐った椎茸。6号さん、お前笑い顔も気持ちはリンだな。狐31号さん、しいたけとはよく言ったもんだ。狐37号さん、便座太郎。狐34号さんは、ドさんと合体したいです。狐38号さん、想像した。ポムポムプリンとも言われてるよ。爆竹。狐36号さん、みやびに楽勝で負けそうだな。楽勝の意味を分かってないんだろうね。語彙力が。狐34号さんはドサン好き。語彙力がすげえ。狐45さん、ワンワンは健直子。狐41号さん、私も合体したいです。精神的に。ちなみに解放にです。解放にはごめんなさい。ごめんなさい、無理です。狐45さん、解放ブスだよな。狐37号さん、ごめんなさい。ごめんなさい。狐41号さん、解放バブル弾けるの早くないですか。解放だってあれでしょ、よっさんの花火師
ついてたよね、スナップくん。スナップくんどうしたの？解放の花火師いたよね。100万投げた人よっさんに。42号さん予想通り宮城の玉セイヌになるなわら。常41号さんクラシカルはリューター。常34号さんはドサン大好きだよ。ありがとう。43号さん放送お疲れ様です。お疲れ。船43号さんおはようございます。おはよう。船43号さん 0.5 ありがとう。また大凶かよ。大凶ありがとう。大凶多いな。今年は大凶の年なのかな。船43号さん大凶すみません。船44号さんは塔が羨ましい。年収3000万稼ぐから。船37号さんなぜ電車壊れたの。割れたんだよ。船44号さんは土さんが私のこと好きになってくれるまで頑張る。頑張って。船41号さん電気職人になったというデマの証拠となりうる引き止めたですね。今のえわらわらわら。船45号さん買った方が良くない。買った方が安い。46号さんは土産深夜にもかかわらず妄想ありがとうございます。ありがとうございます。今年は土産に100本ほど投資して何か企画してもらいたいなと思ってるのですがいかがですか。映画作ります。ありがとう。34号さん実は和土産でエッチなこと一人でしてるよ。あ、いいよ全然。花火一発投げて。47号さん三代和道さんが和ませて。和土に全然 OK だよ。便座なしでうんこしてる。もうそろそろ便座欲しい。船45さんは土産の舐めたいな。ダメ。船45さん尻を浮かせてか。いや、もうダイレクトにビタ付け。いや、シャワーで温めてからやってる。ダメだなこれ。何が一番いいんだろう。船50号さん歯医者みたい。歯医者が使ってる道具と一緒だよ。ほぼ変わらない。ウォシュレットつければ。船41号さんシャワーで温めてって濡れちゃうけどお風呂の時にうんこするスタイル。船41号さんそのリューターは中古。このリューターはね、中古っていうか X さんの私物を借りてる。船49号さん便座は段ボールで10分。これはだから
そう、シルバーの職人さんが使ってるやつ、何年も使ってるやつだね。まあ中古だね。爪52号さん、イングランドの国旗が刻まれてるのは何でですか。爪46号さん、映画資金足りてない感じですか。映画資金全然足りてない。外配信で企画してほしいのですが、ダメですか。え、ウォシュレット、え、外配信企画いいっすよ、別に企画で使っても全然いいっすよ。44号さん、花火投げるタイミングが分かりません。いつでもどうぞ。52号さん、この配信花火投げちゃいけないのかと思った。全然 OK だ。花火投げて実験な配信なんかないよ。そんな配信ない。爪53号さんはど、こんだけ知名度あるんだから、たまには過去配信者を作ってやる配信しなよ。全然いいよ。俺コラボ全然大歓迎だよ。問い合わせ来たら誰でもやるよ。爪51号さん、才能もない武将映画監督。問い合わせ来たら誰でもやるとか、有名なのに太っ腹で素晴らしいな。全然やるよ。爪52号さん、過去にすらコラボのお願いが来なくなったのか。47号さん、優しさにパフェ。爪50号さん、解放とコラボできるの。え、解放コラボ全然していいよ。全然46号さん、顔出し NG ですが、外配信企画するときは同行したいです。企画資金は全て出しますので。全然いいよ。やろうやろう。爪52号さんは、ど監督解放のこと生理的に無理だと思ってそう。爪44号さん、他の配信見るときマジでバーガー投げてるの。投げてるね。見る人限られてるけどね。エルピとカオスとドレさんぐらいかな。ベンゾさんと、まあ、あの仮想配信者でも見たとき必ず投げてるね。この前養分に投げたけど、投げたっていうか俺は赤量だと思ってる。あとエセアカとかにも投げるかな。爪52号さん、なんで養分不調を論破したの。論破してない。爪54号さん、アイコ舐めれる。アイコさん可愛いじゃん。
号さん熟女好き。それ44号さんは銅は物差しで人を判断する。一回洗ってくるわ。船1号さん配信で一番辛かったことって何ですか。船45さんばあさんが好きなんだな。ワゾくんは。船47号さんふわっち意地悪ばっかり。何配信で一番辛かったこと、なんだろうな。結果が出せなかった時かな。3年半目が一番辛かったかな。3年半やって、そうそう。55号さんシルバーの毒で便座修理か弱ら。そうそうそう、道具は使うためにある。いや、配信で飯食うのが目標だったんだけど、食えなくて。エンボスヒーターないね。気泡入ってる入ってる。二液性レジンだね、俺が使ってんのは。ヒーター欲しいよね。ヒーター欲しいんだよね。船7号さん1個1種1個入れときな、落ちるから。おっしゃ、嘘、マジで言ってんの。エンボスヒーターマジで言ってんの。え、後ででいい。船55号さん頼みたいに金もらってカソとコラボしようぜ。いやいや、それはやだ。金もらってコラボは絶対やんない。俺はみどりさんとか力也さんとかにタダで、エミさんとかにタダでやってもらってたから。7号さんって空いてる時でいいよ。空いてる時にやるね、ありがとう。それは先輩に対して申し訳ないからやんないよ。いろんな人にタダで売名させてもらったのに、自分の時だけ金もらうとかできないよ。先輩から、先輩につらい汚しだよ。そんな散々売名させてもらったんだから。レジェンドがやってるから OK。 いやいや、ダメだよ。船7号さんでも売名にして滑るのはなしだよな。最近多いじゃん、来るだけって何もできねえやつ。あー、それはね、ダメだね。ネタ用意しないとダメだと思う。確かにそれは言えるよね。来るだけ来てね、置物になるのはダメだよね。最近すごく多いね。わかる気がする。
かるわ。まあ、時代が変わったんだろうな。46号さんはドさんにバンジーしてほしいな、絶対面白い。バンジー？なんだっけ、竜宮なんとかだっけ、なんだっけ、あの有名なところ、バンズやってるよね。もしコラボしたら、ワドさんの食事代や施設利用料はコラボをお願いした側が払いますか？そりゃそうでしょ。そりゃどこの業界でもそうでしょ。アゴアシ代は普通負担は礼儀だと思うよ。そりゃそうでしょ。それ聞く？それさ、もう社会人としてとかそういうレベルじゃないの、それ。46号さん当たり前でしょう。それはなんか別に配信に限ったことじゃないでしょ。それ聞く？なんで奢られようとしてんの？なんで奢られようとしてんの？意味が分かんないんだけど。
げえな。当たり前ですよ。っていうか昔のリスナーさんほどやっぱり気を使う、あの配信者に金出さ、あの配信者に金出させたらダメだっていう感覚昔のリスナーさんほど持ってて、最近の新しいリスナーさん金貸してとか平気で DM 来るかんね。びっくりすんの。配信者に金出させたらダメだっていう感覚って絶対持ってたんだよ昔のリスナーさんって、貧乏だから。でも今配信者の方が稼いでるから金貸してください、助けてくださいとか言うやついるの。時代変わったよなとか思ってびっくりするよね。なんで会ったこともない人に金借りれるんだろうみたいな。3は絶対勝つな、絶対戻ってこない。まあそりゃそうでしょ。爪46号さんはドサンクラスならプラスギャラも払わないといけないと私は思ってます。まあ別に金じゃないけど気持ちは大事だよね。爪56号さん、ベンザアートとか新しい発想ですね。いやただ直してるだけ、金がないから。ベンザをブリコラージュしてるんだよ。爪57号さん、歯医者の嫌な音に似てる。歯医者が使ってる道具と一緒。爪58号さん、一番いいか。ありがとう、ありがとう、アイテムありがとう。爪1号さん、写真とか無料で撮ってあげても謝礼は必要だと考えてます。あ、写真全然無料撮るよ。爪58号さん、一番いいね。ありがとう。爪4号さん、儲かってますか。儲かってる。爪58号さん、あんまりね、もう儲け考えて配信やんのやめた。うわ、10倍ありがとう。爪58号さん、10倍いて。ありがとうございます。58号、ナイス WW。 ナイス。爪7号さん、ナイス。深いんだな。俺が思ってたより全然深いね、便座。爪1号さん、58号が遠回しでお金貸してほしいそうです。爪59号さん、しっかしつまんねえな。爪7号さん、体重支えられるくらいだからね。うん、結構分厚い。
そうだよね、体重支えないといけないんだもんね。全然貫通しないよ。おはようございます。おはよう。おはようございます。実際使ったらすぐ折れちゃいそうだね、レジン部分。いや、多分大丈夫。かなり硬いから、レジン。なんか UV レジンとは違うから、二液性レジンだから、カッチカチになるもん。こんばんは。結構高度あるよ。みんなが思ってるより硬い、材質は。ただ、なんて言うんだろう、その船60号さん、いい感じになってきましたね。いい感じになってきたね。レジンって言って、プラスチックだね、簡単に言ったら。レジン。二液性レジンって言って、この赤い部分がレジンだよ。こうなる。ヤスリかけるとこうなる。今、こうボコッとしてるけど。穴開けた部分、今赤で埋めてて、仕上がりはこんな感じになるね。透明な。色は変えられるけど、赤じゃなくていろんな色でできるけどね。隙間開くと肉挟まるから難しいですね。いや、肉はあの隙間はない。隙間を穴で埋めるから、あのレジンで埋めるから。要はプラスチックで固めんの、透明のプラスチックで。液体で埋めて硬化させてプラスチックにして、透明ので、あのなんていうのかな、ヤスリかけて透明にするって感じかな。面を滑らかにする。今その液体を流す穴開けてる。2液レジン硬くなりますもんね。2液レジン相当硬いね。常1号さん、体重を分散させるように作られてるから難しくないんでしょうか。難しいよ。やっぱまっすぐ割れたんだけど、ここはパキッて折れて取れちゃったんだけど、ここに体重かけた時に、そのたあのなんつうの、圧が分散するようにデザインしないといけないから。常62号さん、目とかにプラ飛んでこないの。あ、メガネかけてる。あとマスクつけてる。飛んでくるよ。
船46号さん映画資金あといくら必要ですか。280万、あ、違う270万。船61号さんすぐ固まっちゃうから大変なんだな。固まるのは1日かかる。延長します。そりゃ無理だ、やめとけ。悪いことは言わん。紫外線で固まる接着剤で固めるのがいいぞ。え、それ。船64号さん何してるのかさっぱり。さっぱり。センチメートル。
66号さんしか技巧士にでもなりたいの。いや直してみたかったんだよね。いや買うのは簡単だ。直すってかっこよくない？どうしても溶かすのを防ぐなら水かけながらやるくらいやればいいのにわら。え、何？回転数で溶けるのを防げんの？回転数調整できるよ、これ。どういうこと？どういうこと？教えて。じゃあ回転数落とせよ、バカわらわらわら。落とすの？船31号さんバカって言わないで。船63号さん、それでも溶けるし詰まるだろうけどな、わら。詰まるんかい。プラスチック用の歯でも詰まるのは当たり前。船63号さんヤスリでも同様だろ。ハンダコテ使うとか。ハンダ？常46号さんバカって言った人先生に言うから。常63号さんはどうあれスキルも頭も根本的に足りなさすぎだバカ。
31号さん、接着面をデコボコのまま接着剤くっつけてるからすぐまた取れるよ。接着剤の使い方知らないと無理だね、この人。便座職人か。63号さん、強度稼ぐ接着するなら接着面をヤスリでガリガリにするのは基本。キツネ31号さんですよね。7号さん、確かにハンダゴテで先にやって表面ルーターで整えての方が早そう。ハンダで溶かすってこと？船69号さん、高くもないのに買えば済むものをバカなの。船70号さん、人から借りてるもので便座修理ってバカか。それシルバーのために借りたんだろ。便器みたいな汚いやつ磨くために貸したんじゃないだろ。63号さんとはいえ、便器は強度必要だから裏から当て板でサポートして接着だな。通常の接着剤ならまさか便器直す配信でマウント取られるとは思わなかった。位置を考えて支点力点作用点を考えたらすぐ壊れるね。船63号さん、もう音からして回転数高そう。金属加工向けのリューターだな。応用力学を勉強してから修理した方がいいよ。船1号さん、数学が関係ありそうだけどどうなんだろうね。船63号さん、まあいいよ。失敗する方がネタになって閲覧稼げるんだろうから。速攻割れて太ももぶっ刺され。船31号さんとか閲覧稼ぎか。ふむふむ。63号さん、力学以前の話だろ。 WWW 力がかかるところを接着剤だけで修理できるわけがない。 W 一体成形の強度を出せるわけがない。71号さん、買った方が早いけどな。わら。
すが70号さん乗り込めすぎて脳の血管詰まって言語障害。すが31号さんでも普通便座って壊れる。立て付けが悪くてさ、バンバンってその倒れちゃうんだよ。それで何回もダメージがあってパキっていったんだよね、ひび割れて。狭いところに無理やりトイレ設置してるから。狐1号さん便座を上げたり下げたりするときにゆっくり降りるのは壊れにくそうだけど。いや、あのね、蓋がこう、こうやって叩かけといたらパンパンってこう。狐72号さんはどさん何してんの。便座直してるよ。狐70号さん夜中にそんな音出して近所迷惑。狐73号さん会話。71号さんこそするときは式みたいに座ってやるしかないな。わら常63号さんはとにかくレジンじゃ 200% 補修無理だと思うと。わら、もうできてるじゃん、レジンもう流してる、できてる。4号さん座るたびにケツに十字架の跡がつくのか。つかねえわ。つね31号さん今調べたらモノタロで3から4000円だね。割れの裏に薄いプラ板接着して表はパテ止め、その後にペーパーで仕上げる。船76号さん便座上げても角度が90度近くて倒れてきちゃう便座って確かにあるね。常13号さん買うのは簡単だからね、直すのは大変。常73号さんトップコートはなし。トップコートなし。トップコートやり方わかんないな。トップコート入れたいね。コーティングしたいかな、ヤスリかけるから。座った時の強度と弾力の問題だな。うまく直したり接着できても弾力ないとバキッと割れるからな。すね31号さんこの直し方だったら1日おきに直さないと。すね73号さん便座だからコーティング欲しいよね。欲しいね、コーティングね。それはある。便座にタトゥーエッセンのか。常78号さんしびれを切らしたリスナーがかわいそうになって便座を買って送る腹黒い配信。常73号さんわらわらわら。常31号さんがそういうことか。常76号さん便座のストックが5から6個あるのおもろいやん。
狐1号さん便座ストップ www。 狐71号さん便座は見えないバイ菌がついてるとわら。いや相当洗って漂白しある。小中学生が体験する絶望だよな W 片道的にちょうどいいよわら。狐77号さんメメントモリってえってくれ。こんなまずかったっけ。つね53号さんワインまずいわ。つね53号さんビールにするわ。つね79号さんシルバーだけじゃなくて便座に模様彫る仕事始めたの。つね31号さんヨシキのワインうまいよ。狐76号さん退去するときに便座交換代払うんだよな最初から物太郎で以下略。狐53号さん何作ってるの。作ってんだよ直してんの便座。狐53号さんワイン飲める。ワイン嫌いかな。ヤスリかけるよ。つね79号さん太ももに十字の跡つきそう。だからヤスリかけるって。だ裏側みたいにこういう感じになる。つね31号さんウォシュレットにすればいいのに。こういう感じになる。2万5000円くらいだよ。つね76号さん北欧の貧しい国の人たちなら便座直しの情報欲しがるだろうけどな。便座でマウント取ってくるのやめてくんない本当に。つね77号さん便座太郎。つね74号さん削ったところの強度が弱くなって割れるぞ。狐78号さんこいつは便座送ってくるまでやり続けるぞ。狐71号さんウォシュレットは最高だぞ気持ちいいしな。トイレットペーパーも節約できるわら。狐31号さん WWW。何でもかんでもマウント取ってくったんだすげえな。79号さん割れないように窓が座って小さい方の量を立てばいい。
1号さん、蓋は金が飛ばないように閉めないといけないって本当かな。船71号さん、手でヤスリがけめんどくさくない瓦。船77号さん、便座はどう。めんどくさいね。ヤスリがけ超めんどいよ。79号さん、便座の気持ちになれ惜しい、このために割れてかわいそう。ここまで進んだ。船71号さん、ヤスリがけできる機械を借りた方がいいとはら。なんて言うんだっけあれ、バッファーだっけ。船77号さん、おしゃれな便座。船80号さん、どれが YouTuber になるらしいぞ。和道のことバカにしてたぞ。あんなの需要ないから伸びるわけないだとか。ふざけんなよ、どれさんの動画作ったの俺なんだけど。船79号さん、北欧の国旗みたいだな。いや、ふざけんなって言っといて。じゃあもう動画もセッティングもやってあげないよ。今日電話かかってきて YouTube のセッティングやってくれって言われたの俺なんだけど。勘弁してよ。そういうとこだよ、ドレさん。船31号さん、しかし、どれも花火上がらくなったな。船71号さん、どれは画家にしてたな、これマジだ。船81号さん、便座職人にジョブチェンジ。船82号さん、どれの気持ちもわかる。気持ちもわかるんだったら、じゃあ頼んでくんなよ。俺昨日1時間撮られたんだけど、ドレさんのツイッター用の動画で。なんだかんだ仲良いよなお前ら。船82号さん、頼むのと事実を語るのは別だからな。だったら頼むなよ。船71号さん、どれは恩義も感じない筋肉バカだからな。ありがとうも言わないだろうな。46号さん、腰曲がってるし、ドリコンだもんね、あの人。船77号さん、それぞれのコルセットか。船81号さん、YouTube の編集だって大変だし、金を払わないとおかしい。1号さん、しかし、どれも何十年も格闘技やってて無名のまま人生終わるのか。船82号さん、需要もな、配信者だから時間余って暇だと思ってるんだろ。78号さん、こいつは便座をグレードアップさせるためにエビでタイをする配信をしている。
77号さんどれは万年勃起発情期。船53号さん視線入れてる人みたいな雰囲気だな。ポリッシュとか大変だよね。一発勝負だもんね。船71号さん局面 T サンダー使うと局面凹凸狭いコーナーでも2面3面同時に研磨できると。船31号さんドレッテフリーソフトを使えないから数道に編集頼むおじいちゃんか。船53号さんはどとりあえず過疎配信者を作ってやれ。あ、全然いいよ。だから作ってやるっていうか、全然売名したかったらおいでって言ってるよ俺。俺で役に立つならね。俺も今落ち目だからあれだけど、昔から言ってるよ、売名したかったらおいでって。全然俺はウェルカムだよ。船53号さんトイレの便器、トイレの便器だね。便器っていうか便座、座るところ。電気は普通トイレです。www。船71号さんどれ、いい加減人に頼らんで自分でやれ。いや別に頼ってもいいけど悪く言うのは違くね。別に頼るのはいいんだけど悪く言うのは違くねえか。そう思わない？頼っておいて悪く言うのはダメでしょ。船71号さん悪く言うのは筋違いだよな。だな、別に心よく引き受けたのになんか気分悪いわ。それがどれなんだけど、船46号さん池上くんも落ち目の配信者だからビビって忘年会来なかったってワドさんのこと悪く言ってたね。いや池上さんはビビった。船71号さんどれの枠に行ったら説教しておくわ。79号さん仲間を背中から撃つ男。本当だよね、卑怯だよ。誰が重要あんだよって、チャンネル登録してる人に失礼だろ。少なくともドレさんよりチャンネル登録あるんだから。結果出したから言えよ。結果75さんどれは3チャンネルやらしいセットも兼ねて。先輩にはペコペコ木下の人間には大口叩くどれ。船81号さんどれはヒカキンを超えれると豪語してた。船46号さんはドサンとの発言は危ないですよ。あのちょっとここキブには水増ししますから。まあ水増しね。いやまあいいんじゃない。 YouTube 水増しバンすげえ厳しいから水増しできないよ。
いやまず水増してる時点でクリエイターではないからね。常83号さん今度は YouTuber にペコペコするのかな。どれは常85号さん本気でやってたったの2000人ってバカにしてたな。こういうところだよね。船79号さんテストしたチャンネルをそのまま使えばいいのにウェブを書き直しできない白い紙とでも思ってるのか。いやていうかもうあれだからね、アップロードもできないからね、編集どころか。どうやって YouTube やるつもりなんだろう。だって LINE で動画送ってあげたもん、昨日の Twitter の格闘技の動画 LINE からダウンロードできないってきたからね。どうやって LINE で動画ダウンロードすんのって。そう、スマホが使えてないおじさんなんだよ。15さんラファエルあたりに接近狙ってるぞ。スマホの動画ダウンロードできないんだよ。どうやって YouTube やるつもりなのあの人。ワド LINE からダウンロードできないよ。3、4年本気で勉強しないと無理だと思う。船75号さんどれは自分の都合しか考えないから嫌い。3から4年で60歳だぞ。いや60歳の YouTuber ちょっと面白いじゃん。常31号さん 3.4 年って。だってあれだよ、青 G とかも、青 G とか YouTube すごいよ。5000人ぐらいチャンネル登録あるよ。青 G60 以上でしょ。だから年齢は関係ない、やってる人はやってるから。常81号さんどれがアバンティーズに電撃加入。53号さんどれの学生時代が想像できない。常85号さんもどれは配信で食えないのを自覚してるな。何かしら方向転換狙ってるんだろうね。常53号さん5時はどの学生時代が想像できない。俺こんな感じだよ。常71号さんどれの PC は板ババアからもらった PC らしいぞ。 PC くれたリスナーもどれはいつ捨てたからな。いやドルさんが今使ってる PC 板ババアの PC じゃない。常53号さんはど学生時代どんな感じ。いやこんな感じだよ、全然変わらない。変わんねえなーってみんな言うもん。適当。常31号さん A それに PC ってもしかして OS は XP か www。 常53号さんヤンキーに嫌われてそうだな。いやヤンキーめちゃめちゃ好かれてたし、ヤンキーとつるんでたよ。ヤンキーに全然嫌われてないよ。むしろヤンキーってオタク属性の友達一人置くんだよ、なんか困った時のためにって。むしろ逆でヤンキーばっかりだわ、つるんでたわ。オタクが一人いると楽なんです。にわかだね。トイレの便器作り集中力切れないの。
号さん、ご苦労様です。 MM ご苦労様です。そこの接合部の裏を当てにしないと1回で壊れるぞ。別にしても材料代だけで1000円くらいいったろ。うん。船79号さん切れ込み入れてんの。思い出してきたわら。船31号さんとしてすぐ壊れるからまた1000円。結構分厚いな。
179号さん太ってる知り合いが来て壊された。いやいやいや、1号さん、そして転居するときは弁償で7000円 WWW。キツネ31号さん、どう考えても買った方が安い WW。85号さん、首飾りの弁座作成してるんですか。船31号さん、タイガースだね WW。86号さん、何やっても中途半端ですね。船31号さんは V カットしてる、めちゃ弱くなるのに。79号さん、レジンを信じろ。31号さん、便座だけだと3000円、ウォーム便座で1万5000円、ウォシュレットで2万5000円。
疲れた。31号さん、アマゾンで買った方が利口かと。こんな感じですね。1号さん、ボルトフィッシュ14センチだべ。船69号さん、時間の無駄。配信のネタじゃなかったらなんでダメなの？船69号さん、修理してまで使うもんじゃない。誰が決めたの？堅苦しいな、なんかその生き方面白いの？効率的に生きてても面白くねえぞ。船31号さんだって1回で壊れるよ。壊せばいいじゃん、また直しちゃいいじゃん、面白いじゃん。船87号さん、賃貸だと部屋出るときに便座代取られます。払えばいいじゃん。どうせ壊れたんだから。船31号さん、そうです、調べたら安いところで7000円です。
面白いな。うまく作られてんな。便座とタバコ飲む男の画力よ。キツネ76号さん公園行ってかっぱらってくれば。そういうことはしないよ。でもまさか便座でこんなあーでもねこうでもね言われるとは思ってなかったからびっくりしてる。便座でマウント取ってくんだなお前ら。キツネ31号さん76号さん頭いいね。便座一つでああでもねこうでもね言われるとは思わなかったよ俺も。キツネ46号さんひょっとこに六本木の便座見せてもらう。いやこれ家宝にするから、家宝に。次引っ越してもこいつだけは持って帰るから。キツネ48号さんクリエイター和道の初作品。そうそう、次の台もこの便座で行くから俺。いやでもよく作られてるわ本当に。キツネ76号さん本質分かったろ、映画でも便座でも何でもマウント取られるんや。いや分かってるよ、ネットやってたら。格闘技やったらジャブがどうだとか腰が回転がとか、カメラ始めたら F 値がどうとか、照明始めたら照明がとか、便座糖尿病になったかもしれないっつったら病院行ったのかよ。便座作ってたらV 字カットとかにわかかよ。キツネ31号さん、その便座の表面にチャイハネでビーズ買って装飾品にしよう。キツネ88号さん、和道先生はドツオー。マウントの無理無理、マウントの螺旋から降りてもいいんやで。それは引退だよ、それはやだ。キツネ46号さん、便座マウント。便座マウントはすごいね。レジンとかにわかかよとか、接着がどうとかさ、こんな生き方してて何が楽しいんだよな。パソコン買うときは PC、Mac とかにわかかよ。どんな生き方してんだよ。8号さんもお前がお仏になってその便座通って流れよう。キツネ76号さん、便座マウント民は過去に便座と向き合ったことのある感だったのかもしれない。ありがた迷惑だよ、ありがた迷惑。キツネ87号さん、次に住むところは大型でなく夕方だといいですね。そうだね。その便座どうするの。キツネ41号さん、養分に舐めさせるの。その便器、キツネ76号さん、便座は一生もの大切になさってください。
もう延長か。その便座持って帰って新しい便座つけて帰ればいいじゃん。常79号さん、ベンザミンの過去の修理経験談ありがたいお言葉やぞ。6号さん、靴舐めるより便座舐めさせる方が屈辱的。便座についてそんな深く考えたことなかったわ、ありがとう。俺もなかった。キツネ89号さん、便座壊れたんですか。うん、去年の年末に壊れた。1号さん、こんだけ頑張っても自己満でしかなかったってなんか悲しいね。すべて自己満でしょう、人生は。壊れる可能性高かったり、部屋出るときに現状回復しなきゃならないなら確かに買った方がいい。買えばいいじゃん。生き方は人それぞれだよ。買えばいい。9号さん、便座についてここまで熱くなる日が来るとは。ワド3の配信は先取りしすぎ。常95さん、監督さん、おはよう。おはよう。便座なしですか。便座なしだね。船79号さん、ノー便座ノーライフ。船91号さん、修理。これだけ手をかけてまた振り入る下りを鈴木公に見せてもらえると思うと今から楽しみです。船
79号さん今にいたから連絡するそうな勢い。いや、板から作る方が楽だよ。直す方が難しい。目の前に美人が座ってたらどうしますか。どうもしないよ。になったの？それをくっつけてんの？もともと真っ二つになったの？これここパキッと、それをくっつけてんの？ほら真っ二つになってるのよ。ここに溝入ってるでしょ、ここに。それを今くっつけてんの。もうすでに真っ二つの状態からスタートしてんの。来た人は削ってるだけだろうけど、全然出てないよ。マイクが近いからそう聞こえるだけで。船46号さんはドさんにはうちのアトリエ使って何か作品作ることに没頭してほしいなと思う。アトリエどこにあるの？船97号さんこんばんは。アトリエどこ？都内。行きたいな。 DM ちょうだい。 LINE か。
がってみたいかな。97号さん、うんこしすぎ。うんこはするでしょ。96号さん、またそれ使うの。使うよ。船78号さん、そのうちまたバレる直すの面倒いから誰か買ってくんねてなる。船98号さん、買いよ、下手くそ。船97号さん、ヤフオクにベンザあるんじゃない。あるんだ。あると思うよ。船99号さん、それ座ったら割れません。わら。割れないと。船93号さん、便座上で和式運賃ぶっ入すると割れるよ。船96号さん、補強しないとすぐに折れるよ。船100号さん、トップがの電気釣りにかけてるワドさん、素敵です。船93号さん、その部分に足つけないと割れるよ。汚れやすくなって汚い。船103号さん、ほんまお前って中途半端なオタクやな。これやで、お前の本質。船98号さん、直すのに時間がかかりすぎるわ、下手くそだ。船104号さん、いました。何をしているの。船105号さん、風船をプレゼントしました。風船ありがとう。アイテムありがとう。船105号さん、あご。船93号さん、接着剤を削ってるだろうな。ワドさん、説明して、何をしているの。船106号さん、便座に彫刻して売ろうとしてるの。あんた間違ってるだろ。船
静寂7号さんまだ弁財じっとんのかこのアホ。頑固一徹のバカだね。76号さん、ニューヨークの収集家が感動してこの便座を数千万で買い取る展開。あるのですか。これ76号館、フランケンシュタインのような国まぎだらけの便座目指してるんかね。船107号館、ナマコでしたよ。補強はしたの。爪108号さん自立して打ち切りになったんですかね。爪107号さん、私はアホですと言わんばかりの配信わら。爪109号さん、何作ってるの。爪110号さん、今も聖母ですよ。109号さん、便座便座
直してるって感じか。キツネ76号さん、粘着シートとか面で押さえる、接着しないときつそうだな。キツネ111号さん、さっき見てたんですけど、満喫をして絶望的に話がつまらないですね。キツネ108号さん、そうなんですね。78号さん、多分アマギフのリフト配にするね。2万5000くらいので。キツネ109号さん、便座職人。キツネ104号さん、裏の赤い線は何ですか。これは補強した部分。キツネ108号さん、就労指導とかはいらないんですかね。これはもう補強した部分、今穴開けてる部分、この部分もレジンで補強する。この赤の部分と一緒のように、でヤスリかけるとこういう面になる、真っ平。こっち側ヤスリかけてないのね。でここに穴開けて黒い部分掘って、でその部分が透明の赤になるの、こういう風に。この黒い部分が透明のプラスチックが入るっていう感じかな、この赤の。今日には何を使ったの？二液性レジン。船107号さん、精神異常者にしか見えねんわ。まあ精神異常者だからね。まともな人間こんなことやんなよ。キツネ112号さん、捨て頃本気で応援してます。ありがとうございます。キツネ104号さん、レジンって固まるとプラスチックみたいになるやつ。そう。キツネ93号さん、すぐ割れるとそれ。いや、割れないね。どれくらい硬くなるかっていうと、キツネ76号さん、便座を直す配信をずっと見ている我々もまた異常者なのだ。これが俺の作品なんだけど、ここの部分がレジンなの。キツネ70号さん、絶対割れる。これがその作品、あのレジンなのね。ほら曲がんないでしょ。カッチカチになるから、ほら。93号さん、硬いと割れやすいんだよ。 W しなやかさもある。キツネ70号さん、今じゃあ座ってみろよ。今は無理で、補強してないんだから、穴があるんだから。いやプラスチックになるの。キツネ112号さん、何それ。これは杖。これが赤い部分で埋めてんだけど、新しく穴開けてるここの部分が埋まるって感じ。キツネ107号さん、うん、キツネ48号さん、厚さの違いが見えるかな。和道くん WW。 キツネ113号さん、2019は消えてくださいね。おはよう、こんばんは。
で104号さんで陣でオルゴナイトを作って販売しよう。オルゴナイト、船70号さん割れる未来しか見えない。船78号さん、リスナーさん便座買ってくださいってタイトルで配信すると多分。船113号さんワドと同じで未来はない。船104号さんオルゴナイト検索して儲かるよ。オルゴナイト。船48号さん補強するどころか割れやすくしてるクリエイター。オルゴナイト。船107号さん完成したら売る気か。号さん借りてるやつよく便座に使えるな、神経疑う。ああ、まあこういうのは作れるね、オルゴナイト。うん、作れるよ、全然。あ、余裕で作れる。あんまり興味ないかな。便座の方がかっこいい。お茶ありがとう。コンティニューコイン欲しいっすね。コンティニューコインお願いします。あと今日売り上げやばいんで、お茶爆お願いします。コンティニューコインありがとう。船76号さんへ借り物の道具なの。船114号さんデブに優しい便座作れよわら。船115号さんこんなもんつないでも座ったら割れるやろ。船107号さん同時配信しとんのかよ。これ同時配信だよ最近。家雑は同時配信だね。お茶ありがとう。コンティニューコイン何個ある今。船45号さん便座舐めろ。43、あ、50個。もし無料分で余ってる人いたら50個にしてもらいたいかも。欲しいらしいよわら。ブロックです。はい、75さんブロックです。船115号さんどんな修理か知らんけど体重に耐えれるの。まあ大丈夫だと思うよ。船48号さん和子って誰ですか。ブロックするよ。
38号さんブロックしないで、誰なんですか、昔の女ですか。はい、ブロックです。はい、ブロックです。言うこと聞かないやつはブロックです。おはよう。おはよう。船116号さん、夜中重量してたの。夜中重量？重量って何？重量？重量が分かんないな。ごめんね。船117号さん停止。船枠でもワド監督の気分次第で警告されてブロックします。6号さん夜中修理してたの。そベーシックインカムが導入されればこういう非合理的なことも当たり前になるんだろうけどな。船116号さん寝なくて大丈夫なの。いや起きたばっかり。私だけ W 頑張ってるね。船
船110号さん、正規乗りここと平沼和子に関しての発言はブロックします。コメントは控えてください。船104号さん、今は余計なレジンを削っているの。船117号さん、正規トイレの便座が壊れました。直し中、きれいに便座洗ってから作業中。船116号さん、いつも特色を用意していますが黒が好きなんです。黒好きですね。船120号さん、ベンザアーティスト。船118号さん、ベンザ監督。船116号さん、似合ってますよ。船116号さん、ケーキありがとうございます。なるなる、しかしすごい機材持ってますね、びっくり。船121号さん、ウォシュレットじゃないの。船83号さん、便座ブロックきた。船116号さん、マスクしてる、すごい黒だ。船120号さん、レジンって気軽に使えるんですね。船71号さん、プロチーム、プロと言ってくれわら。船122号さん、センスないな。船41号さん、二液型のレジン。船118号さん、元旦ぐらいからずっと便座やってね。船104号さん、リスナーから見て割れてるように見えるところは透明のレジンでつながってるの。122号さん、日曜大工。まあ日曜大工っちゃ日曜大工だね。船41号さん、無駄な行為を見せる、実はこれ自体が現代アートなのかもしれないわら。ブリコラージュだね、ブリコラージュ。
123号さん泣きながら尾崎豊歌ってんじゃねえよ。狐78号さん頑張る姿見せる。便座また割れる。ウォシュレット便座送られる。はい、俺の勝利。6号さんご飯食べたの。ご飯食べたよ。唐揚げ弁当。コンビニ、うん、セブンだね。キツネ45号さん便座のへこみを利用してカレー装う。キツネ41号さんゴールはウォシュレットなんですね。ある意味遠回りなきも済ますが。キツネ124号さんそこって割れるもんなの。いや割れたんだよ。キツネ123号さんワンプレート。キツネ116号さんセブンイレブンのお弁当美味しいですよね。セブンイレブンが一番うまいかな。便座を食器にしよう。キツネ41号さんそれほぼまた折れる予感しかしない。もうちょっと頑張ったら一服しようか。45号さんよく隣からクレーム来ないね。音だって全然ないもんこれ。超高性能ルーターだから。マイクだから相当ボリューム上げてるから。BGM の方がでかいぐらいだ。そのマイクのボリュームを勝ち上げてるから。小声でも俺の声拾ってるでしょ。全然音ない。安いルーターだと音すごいから無理だけど、回転数めちゃめちゃ高いやつだから。裏側には補強入れない。入れないよ。
いらない補強は。船104号さんも補強はできてるの。補強はいらない。船124号さん結構自分は気がついてないだけで音は漏れてるもんだよ。また上のステージに登ってしまうのですね。船124号さん、また割れるから安心して。ワドさんは何を削っているの。船45号さん、そんな改造したら最初の時どうせ便座代取られるぞ。船125号さん、その割れたところエコブ資材で埋めてメントに塗装するの。そうそうそう。船126号さん、直すセンスないよな。そういうこと。船45号さん、大家に言えばタダで変えてくれるのに。そうだね。船78号さん、根性ねえから2回目の修理はしないって。45号さん、便座磨く前にシルバー磨け。休憩。今こんな感じです。船41号さん、そういえば銀細工どうなったの。今こんな感じですね。穴開きましたね。127号さん、便座遊びしてんのかよわら。船128号さん、便座ヨドバシで売ってるよ。売ってるだろうね。結構まあいい感じじゃないですかね。船41号さん、それはアクセントのための模様わら。
129号さん、ベンダ結果的にここまで引っ張るとわなわらわら。お、のんちゃんおはよう。コンディコインありがとう。郷さん、何の監督ですか。映画ですね。映画です。常131号さん、ホームセンターにベンザありますよ。45号さん、まずは AV 監督やれよ。常127号さん、映画撮ったことがない監督だろ。わら。常41号さんで、人充填しないの紫外線効果樹脂とか。レジン埋めるよ。だからこれレジンじゃん。赤い部分レジンだよ。レジン、レジン、この穴開けた部分にレジン入れるよ。常104号さん、ベンザって買うといくらくらいするの。レジン。常129号さん、ベンザ作成を3時間監視続けたリスナーたち、わらわら。そんなもんで修理できるわけねえだろ、バカ。できてんな、ほら。キツネ41号さん、俺が考えるかっこいい模様入れなんだ、もはや目的がわら。7000から8000円ですよ。キツネ45号さん、チビチビ飲むな。キツネ125号さん、そんだけフラッグ入ってるとかなり貧弱なってる可能性高いよ。裏側に少しでも補強必要かも。いや、いらないと思う。キツネ132号さん、彼女はどうしたの。キツネ127号さん、こいつは暇なんだよ。そうそう、時間いっぱいあるから。キツネ41号さん、適合する電話をアマゾンスチームのリストに入れておけばよっぽど人気のリトルって思う。ダイソンの最新型の掃除機買おうかな。いいんじゃない、ダイソンかっこいいよね。キツネ125号さん、物を大切にするのは偉いと思う。ありがとう。
68号さん、今見たらメルカリで1150円だった TOTO の便座、わらわらわら。いや、既製品買いたいやつは買えばいいじゃん。常120号さん、アパート退去するときに便座交換代を請求されるよ。払えばよくない。その壊れた便座も既製品じゃんから作ったのか。狐45号さん、120号それ言った。狐133号さんよ、和道を早う。おはよう。狐116号さん、かっこよい和道さん、ありがとう。78号さん、便座割れてケツから流血しましたって言えば楽勝で手に入る。養分糸ダッサ。さっき風船投げて養分糸を自演込めやってたんだこいつ。ダッサ。養分糸の方が面白いじゃんとか言って風船投げてたけど、ダッサこいつ。養分糸本人が自演コメント書いてる。常116号さん、かっこよいからまたまた配信見に来てしまう。ダッサ。他の女の子もびっしりそう。すげえな養分糸。こんな格好悪いことよくできんな。キツネ46号さん、いくらで買える。時間無駄ってアート作成においてナンセンスなコメントだ。キツネ25号さん、ブロックしたら分かったの。いや、アイテム投げて風船投げて自演コメント打ってたね。キツネ1号さん、本物の養分。本物。養分伊藤の方が面白いじゃんとか言って今気がついたわ。ダセー。常134号さんを5分潜ってたけど、ワドさん何して便座抱えてる。便座抱えてるんじゃない、便座修理してんの。直してる。伊藤は囲い失って種まきに必死です。あー、そうなんだ。相手にしないのが一番効きます。へえ、ダセーな。ま、124号さん、便座修理なんて変わった人。変わってるかな。キツネ125さん、現代アートっぽい。キツネ118号さん、そこ賃貸だったらその便座大家のだけど大丈夫なのか。キツネ45号さん、クリアニの便座わら。
6号さんまだやってる。お疲れ様です。お疲れ。15号さん、堀市さんみたい。ああ、まあ堀市さん、うん。常104号さん、何をそんなに削っているの。6号さん、アトリエのペンですが、仕事用のツイッターしか持ってないので別で作って改めて連絡しますね。あー、了解です。ありがとうございます。
LINE でもいいですよ。あのプロフィールに LINE 公開してあるんで、 Twitter の DM でも、ふわっつのプロフィールに LINE 書いてあるんで、あの店舗審査落ちた。36号さん裏にゴルフのクラブに貼るような重りを便座の裏に貼って補強できるかも。いや補強いらない。耐久性ある素材だから。37号さん宅に唯一もう日本に一人しか残ってない便座工芸士の技をご覧あれ。狐136号さんプラスチックは樹液の集合体だからすぐ割れますよ。体験談同じことしたので。買ったら安いよね。爪136号さん、それかせめて完成した時に塗料を塗れば強くなります。
そうだね、コーティングはちょっとしたいね。737号さん、ベンザ工芸士は日本の宝です。トップコート入れたいなとは思うけどね。136号さん、黒とかおしゃれじゃないですか。え、黒じゃなくて赤だね、俺がやってんのは。だ、色青と緑あるからどっちにしようかなと思って、赤で統一した方がかっこいいと思ってんだけど、もうすでに赤で入れちゃってるから、こういう風に透明の赤で追加で、この十字架だけだったから弱かったから、俺プラスここ、こういうなんつうの、黒い部分が赤の透明になるって、この今穴開けた部分、この部分が赤い透明の樹液になるって感じかな。常139号さん、前使ってた樹脂で固めるのか。そうそうそう、そうするともう固めた部分この透明の赤なんだけど、この穴の部分があの赤になるって感じかな、透明の。常136号さん、その周りを黒はダメですか。黒は新しくね、黒の液剤買わないといけないから。76号さん、十字架だけじゃ弱い、 WW どこに行くのか。 W、 そう、常139号さん、強度は、強度はかなりあるね、二液性レジン。そうだからこう複雑に液体流して強度補強してますね。十字架だとここの部分、十字の部分弱かったんで、それでグニャグニャっとしたデザインにしてんの。そしたら複合的に体重かかっても大丈夫なようにこういう風にしました。分散するように。そういう理由なんですよ。ここに体重がかかった時にこう力が分散するようにこうグニャグニャしたデザイン。139号さんは割れ感じやな。割れたんじゃなくて、割れたところはまっすぐパキって割れたんだよ。割れたところはここみたいに、ここに溝あるでしょ、パキって取れたんだよ。普通にまっすぐここはパキって割れたの。それに穴を、彫刻を掘ってんの、こう割れた部分に対してまっすぐ割れたんだよ、パキって。普通に取れたの、パキンって割れたの。それを今ルーターで穴を開けてんの。そう、割れた部分を補強してる、補強じゃない、穴広げてんの、穴を。常145さん、何でもアートにしてしまうんですね。そうそうそう、常139号さん、アーネ W 確定な。船7号さんで、人気体のコードはあるけど、元の素材との接着の度合いとは別っぽくない。いや、くっついてる。船129号さん、あと赤がレジンだからくっついてる。おテストが終わってるの。船46号さん、全体的にコーティングすれば大丈夫。いや、コーティングいらないと思うけど、あの綺麗にしたいからコーティングしたいだけで。141号さんはどう、おはよう、アスタリックスの、おはよう。で、この139号さんで、人間の体重持つか。あ、持つ持つ、全然持つ。あ、机とか椅子とか作る素材だから、これ、これ家具に使われてる素材だから、このレジンは。これで机作る人とかいるもん。船45号さん、三股に鉄の玉せよ。
145さんもお弁当全部レッドにしてシャーペン溶着にしてほしいわら。常139号さん、そんな強度のあるレジンどこで売ってるの？レジンっていうか二液性レジンだね。あの普通の UV レジンとは違うから。あ、ツイキャスの人、コンティニューコインいただきたいです。コンティニューコインお願いします。無料分でいいんで、コンティニューコイン50ストップでお願いします。常客4号さん、何をカッターで削っているの？カッターじゃないよ。ああ、このなんつうの、固まった便座のカス取ってる。熱で便座のカスが溶けてくっついちゃうんです。139号さんもイリューター持ってるな、エレクターか。これはエレクターの GX だね。古いよ。船145さん、その機械もノリコのやつ。違う、これはね、あのシルバーの X さんのあの20年ものかな。エレクター GX っていう超古い型番。もう売ってないと思うよ。20万ぐらい、10万か20万するよこれ。マジで？船143号さんでもシルバーはやめたと。やめてないよ。
144号さん、あれしたいこれしたいって何でも一と神で終わるのは病気のせいなの。やりたいことやってるだけだよ。1個のことやりたい人は1個のことやればいいじゃん。病気も何もない、やりたいことやってるだけだよ。つね145さんは、ド監督は気分屋だから。そうそう、144号さん、病気じゃなくて気分屋なんだ。そうそう、やりたいことやってるだけ。あれ、全然ツイキャス人いないな。コンティニューコイン持ってない？みんな、もうないのかな。コンティニューコイン余ってないっすか。延長できなくなるのやだな。もしよかったらコンティニューコインください。つね145号さん、ファントムちゃんに改名してた人だ。コンティニューコインありがとう、ありがとう。コンティニューコインありがとう。つね144号さん、ツイキャスは作業枠で人離れちゃうよね。まあまあいいじゃん、見たい人が見てくれて。ありがとう、コンティニューコインみんなありがとう。作業枠あんま人気ないのかもね。キツネ78号さん、便座変えるくらいの花火飛ぶはずだったのに、いい EW。 キツネ104号さん、全キャスのランキング見たら MP15 万の数軍曹いたけど、お茶たくさんもらってるのかな。月300万稼いでるって、数軍曹ツイキャス。キツネ145号さん、前みたいに売名しないの。おはよう、コンティニューコインありがとう。つね146号さんよ、便器。つね129号さん、仮にそれ売るとしたらいくらで売るんだ。売らねえよ。つね118号さん、軍曹に売名いかないの。いや、売名とかしないね。つね104号さん、打体軍曹に300万支援するのがわからん。すごいよね、300万だよ。まあ、人気があるんだよ。つね144号さん、ツイキャスはアクティブすれば稼げれる。つね146号さん、おはよう、ベンザアーティスト。おはよう。46号さん、アホがアホっぽいことすれば儲けれるから。コンティニューコインお願いします。無料分で OK なんでお願いします。
146号さん、この連打撮影に使うんか。使わないよ。あ、今日撮影だね、夕方から。何を作るかでなく誰が作るか、和道が作ったとなると1000万の価値は高い。船149号さん、なんで便座割れたの？あのね、蓋がね、パタ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 ンパタン倒れて、あのクラッシュした。でひびが入っちゃって、で座った時にバキンって割れたんだよね。大変だ、便座が壊れたって。じゃあ直すよ。船145さん、そんなに付加価値ねえだろ、わら。船129号さん、俺なら1000万出してもいいよ。俺なら便座買う。船118号さん、俺は1500万出す。船145さんへ、原因のりこなの、わら。船148号さんは、なんてことでしょう。あれだけ傷ついた便座が匠の手によって見事蘇りました。船129号さん、俺は1億出すよ。船149号さん、便座が割れるなんて聞いたことないよな。じゃあ片方できた。できました。船46号さん、いやあるけど、あり、わあ、いい感じ。4時間か。じゃあ次枠行って今度反対側やるか。洗ってくるわ。皆さんフォローよろしくお願いします。頭クラクラする。150号さんは、銅のセンスはわからないが、アートで食べてる僕なら木で作るな。船46号さん、木は相性悪いよ。船147号さんと歯がボロボロ。船145さん、謎のかっこよさ、わら。感じじゃないかな。予想通りいい感じに、悪くないよね、ここの穴。船151号さん、さすが監督、花火めっちゃ飛んでますね。
俺どうかな。団子さんありがとう。46号さん途中でこきって折れたら花火投げちゃう。いや昨日折れたんだよ。この十字架でなんとかなると思ったらならなくて、それでこっちが追加してんの。常150号さん、愛する人初めて見たよ。常150号さん、46号さん、これからは材木の時代だよ。バイクのフレームも気になりますから。へえ、バイクのフレーム気なんだ。せっかく持ったのに速攻割れたりしてわら。常145号さん、手先が器用なの羨ましい。な感じですね。コンティニューコインありがとう、おはよう。常152号さんはどう便座をかけるキャラになったのか。常75号さん、ボロイを取ってもどう、デザイン。常152号さん、派手に割れてんな。常36号さん、ケツ引っ掛けて怪我しとけ。常153号さん、ワドさん、便座大好きなんだね。便座大好きになっちゃったね。154号さんだった。よいしょ。あ、じゃあ次役行こうか。常152号さん、経年劣化でポキッといきそうね。常147号さん、ベンザアート職人になろう。次枠だな。常75号さん、大家のものだから器物運んだよ。女子流すのはまだまだだね。キツネ152号さんはドベンザに改名。キツネ36号さん、単純にしょうもない。コンティニューコインありがとう。キツネ118号さん、と大家の所有物だよ。キツネ16号さん、お疲れ様です。お疲れ。キツネ129号さん、何を作るかでなく誰が作るか。カズミチが作ったとなると価値はどうなるか。俺は新品を選択するが。キツネ147号さん、まだアメスピ吸ってるの。うん、アメスピ吸ってる。キツネ145号さん、わー、お花火ありがとうございます。キツネ155号さん、匿名さんありがとう。花火をプレゼントしました。ありがとう、ありがとうございます。ありがとうございます。花火サンキューです。ありがとう、ありがたい。キツネ104号さん、今日のリスワン金馬へと思ったらパルパルが1位になってた。すごいね。キツネ153号さん、この直す時間バイトしてたら新品買えたな、わら。いいのよ、楽しいじゃん、物を直すっていうのは。キツネ156号さん、ニョキッと無音でワドが出てきた。うん。キツネ36号さん、ハゲてるぞ、気づいてる。気づいてる。23の時に諦めた。22の時に腹くくった。キツネ46号さん、パルパルはしょうもない、いつまでも破局復縁ネタ。キツネ145号さん、レジみたいな音出ないな、わら。今日出ないね音。156号さん、物を愛する気持ちも大切だよな。なんつうんだろう、ブリコラージュっていう概念に惚れたっていうか、ブリコラージュかな、俺がやりたいことは。常156号さん、22の頃から来てたのか。こんばんは。常147号さん、153号さん、それを言っちゃおしめえよ。危ないと思ったら中3の時に気づいた。常号さん、和道さん、こんばんは。こんばんは。中3の時には気づいて、22の時にはもう受け入れたね。こんな悩んでもしょうがないやって。こんばんは。常156号さん、中3って早すぎねえか。いや結構悩んだよ、悩んだ、思春期の頃すげえ悩んだよ。常36号さん、坊主に合うじゃね。常75号さん、スキンヘッドにすればいいだけ気にすんな、うん。あ、ツイキャスの皆さん、残り3分なんで、もしよかったらお茶箱お願いします。お茶箱お願いします。153号さん、リアップがあるじゃない。なんだっけ、なんか薬がめちゃめちゃ効くんだよね。お茶箱50かお茶箱100お願いします。129号さん、徳永の曲に、思春期に少年から大人に変わるって曲あるよな。常147号さん、まだテンパゲじゃないから大丈夫。常156号さん、ふわっちも3分やな。常157号さん、そうだね、次役行こう。髪型が激
っぽく見えるんだよ。髪型ね。145さんおでこが狭すぎる方が気持ち悪いけどな。まあまあいいの、ハゲだから。年取ったらハゲ。146号さん、ランハゲのハゲ方は最近激しい。ランさん変わらなくない？昔からハゲじゃん。ユイガさんの方が結構激しいと思う。疲れたな。次役行くか。キツネ156号さんハゲだけに激しい。ダンハゲも地味に後退してる。あ、そうなんだ。36号さん生え際相当上だな。お茶箱ありがとう。お茶箱ありがとうございます。じゃあありがとうございました。おつです。一旦閉じます。キツネ78号さん、ランハゲはハゲたおかげで全てを諦めた。キツネ156号さん、生え際グランプリしよう今度。キツネ156号さん、おつわど次枠いきます。118号さんはる。